こんにちは、ランニングアドバイザーの湊です。こんにちは、幕張新都心店のランニングスペシャリストの安田です。今日はザムストの最新のサポーターをご紹介したいと思います。お客様のお話を聞いていると、ランナーの方でよく長時間走ると膝が痛くなってしまって走れなくなってしまったとか、そういったこと、そういったお悩みを聞くことが多いかなと思うんですけど、安田さんはいかがですか？はい、しばしば相談を受けることがあります。特に多いのが、長い時間走ると膝の外側が痛くなってくるんですっていうお悩みが一番多いですかね。そういった時に安田さんはどのようなアドバイスをされてるんですか？まずはフォームのね、意識改善という意味でフォームのアドバイスなんかをしますけど、やはりね、道具のアドバイスなんかもしますよね、うん、はい、そうですよね。膝のトラブルもランナーの方によって骨格とか走り方とかによっても様々なので、しっかりとそれに合ったサポーターを選ぶ、道具を選ぶっていうことが大切ですよね。安田さんは月間400キロぐらい走られてると思うんですけど、膝のトラブルとかって何かあったりしますか？はい、最近はですね、かなりフォームを気をつけて走ってますので、あまり膝の痛みとかはないんですが、以前はですね、まだフォームがしっかりできてなかったところなんかは、どちらかというと膝の内側の方にたまに痛みが出ることがありました。私の走り方の傾向としてちょっとこう外側からこう入っていく傾向が強いんですよね。だいたいこう靴もですね、靴の 外側の前が入ることが多いんですね。だそうすることによって、外に強くすることによって、まあ、内側のこの靭帯ですかが引っ張られてるのかなっていう、まあ分析はしてはいたんですけど、やっぱり安田さんと私の悩みは違いますね。私の場合は膝の外側に違和感を感じることが多いです。特にちょっと走りすぎてしまったなっていう時とかは、外側にちょっと変だなっていう感じがします。ランナーに多い膝のトラブルに対応できるサポーターのシリーズとして RK というシリーズがあります。この辺、その中でも今回 RK1 プラスというサポーターが新たに発売されました。今日はこの RK1 プラスの開発者の方にお話が聞けるということです。え、うちのお店に来てくれるんですか？違います、今から行くんです。行くって今からですか？はい、じゃあちょっと行ってきます。え ザムストのサポーターは日本シグマックス株式会社さんが作ってるんですね。そうなんですよ。こんにちは。こんにちは。日本シグマックスの内藤と申します。よろしくお願いします。湊です。お願いします。では、日本シグマックスさんに潜入してみましょう。事業の大半は整形外科向けに装具やサポーターを作っている業界トップレベルの医療メーカーなんです。弊社が作っているスポーツ用のサポーターがザムストなんです。ご存知でしたか？自然に出てきてもらっちゃいましたが、この内藤さんはザムストのサポーターを開発している方なんです。はい、今回 RK1 プラス、開発させてきました。内藤と申します。よろしくお願いします。今日は膝のトラブルでお悩みのランナーを代表していろいろ聞いてみたいと思います。まあ、ランナーもう実感されてるかなと思うんですけど、ランナーに多い膝のトラブルトップ3を教えていただけますか？膝のトラブルの、第3位が、膝のお皿の下のトラブルになります。で、第2位が膝の内側のトラブルになります。で、第1位が膝の外側のトラブルが起こりやすいというふうに言われています。私も膝の下と外側は痛くなったことあります。あ、本当ですか？はい、ランニングしてるとき。そうです、中学生の時に始めたんですけど、走り始めの頃は膝の下が痛くて、で、徐々にランニング歴が長くなるにつれて膝の外側も痛くなるようになりました。あ、そうですか。なんで膝の外側とか内側って痛くなっちゃうんでしょうか？そうですね、主な原因としては、ストレッチ不足っていうのが一つあります。
で、あとは、練習量が急に増加したりして、オーバーユースっていうのが原因になります。ストレッチあんまりしてません。それが原因ですね走るだけ走って何も気がしないっていうことが結構多くなっちゃう。ああ、そうなんですね。そういう方結構膝が痛くなる方多いので、今回の症に限らずいろんなところでトラブルが起こりやすいので、気をつけていただければと思います。はい。オーバーユースって言っても具体的にどの辺が痛くなるのかってちょっと分かりづらいかなって思ったんですけど。ああ、そうです。じゃあ、ちょっと骨の模型があるので、それを使いながら解説できればと思います。はい、膝の外側には、太い靭帯が通ってます。で、内側にも、まあ、厳密に言うと、3本あるんですけど、内が通ってます。で、先ほどのオーバーユースとかで、だんだんこう、膝が内側に入ってくると、外側の靭帯と、大腿骨のこの、外側の部分、触っていただいて、凸のところがあるんですけど、ここって盛り上がってるんです。そこと、あ、そうです、そうです。そこと靭帯がすべて炎症が起こります。でも触っただけでちょっと痛いんですけど。実際にはですね、走ったところに痛くなるのがそこになります。逆に膝が外側に回旋すると、この頸骨の内側に付着してるんですけど、この辺に、そうなんです、こっちじゃなくてこっちに、はい、下の方です。そうなんですね。で、この付着部が今度靭帯が引っ張られて痛くなります。あ、これも膝の痛みの一種ですか？そうです、膝の内側の痛みになります。あ、膝の内側ってこの辺が痛くなることかと思ってて、なんか人によってはこの辺が痛くなる方もいらっしゃるんですけど、はい、主にはこの下の付着部が痛くなるっていうふうに言われてます。膝に関係してたんで、私も下ここのことかと思ってたら、ここも痛くなることありました。そういえば今ご説明いただいたように、ランナーの膝のトラブルを解消しようと開発されたのがこの新しい RK1 プラスなんですよね。これが、右足に今装着してるんですけれども、今までの製品では、右足に装着した場合、外側の代用のみだったんですけれども、今回の RK1 プラスでは外側に加えて膝の内側にものトラブルにも、対応いただけるようになりました。外側内側両方対応できるっていうのはどういうことなんですか？それなんですけども、右足に、右用のRKプラスをつけていただくと、膝の外側に対応になります。で、逆にこの右足に左足用のRKプラスをつけていただくと、膝の内側に対応したっていうふうになります。そういうことなんですね。そしたら右用と左用を買っておけば、右足の内側外側、左足の内側外側に対応できちゃうっていう。あ、そうですね、付け替えていただければそういう風に対応できると思います。すごいですね、そんな、はい、今まで2個あったものを1個にしちゃって。他にもリニューアルしたポイントっていっぱいありそうですよね。なんか見ただけでもちょっと薄くなってたり、このゴムの部分とか変わってるなって。あ、そうですね。今ちょっと気づいていただいた通り、今回、このストラップを、レースアップに変更させていただきました。かなり見た感じ違うと思うんですけど、同じ回線抑制のパワーは保持しつつも、このようにかなり通気性に関しては大幅に向上したかなと考えています。そっか、この部分の通気性が、ここが2枚重なっちゃってるところをゴムにしたことで通気性が良くなったってことですね。あ、そうです。生地が重ならずに、すごい嬉しい。ベースの生地とあとはこのレースのみなので、はい、まあ、かなり体感としては違うかなというふうに感じます。上もですね。あ、そうです、上もです。で、もう一つが、今回このレースを採用したことで、わかりますか？こういうふうに、はい、レースが滑走するようになってます。なので、膝の動き、ランニング中の膝の動きに対してもしっかりこう追従してくれる働きがあるので、はい、先ほど申し上げた回線抑制のパワーが長いこと使ってても落ちずに継続されるっていうふうな構造になってます。本当にこれ、私前、これを、この前のモデルを使ってたんですけど、一
回ここで止めて、ここで止めて、そこからこう前に押さえるっていう感じだったんですけど、ここが走ってる途中に外れちゃったりとかして、はい、それがストレスだなって思ってたんですけど、それがないってことですよね。そうですね、今回はそういうことが起こらずに、で今まではこう縫い合わせてストラップを止めてたんですけど、そうではなくてループで通って滑走するので、はい、まあ、より使っていただきやすい繊維になってるかなと。フリーランナーのことを考えられたサポーターになってますね。でこのレースの回線のパワーが落ちにくいっていう機構に関しては、今特許を出願中なので、もう特許が通ればそうですね、ダムストしかできないっていう、そうですことですね。この膝裏も気になったんですけど、はい、なんか網やみタイツみたいになってますよね。あ、そうなんですよ。ここもちょっと生地変えさせていただきまして、前もまあ十分薄いは使ったんですけども、今回は特殊な加工を施して膝裏の汗蒸れとかを最小限にするために、そういった特殊な加工を施しています。でよりランナーさんが快適に使っていただけるような商材になってます。はい、膝裏って結構汗かくから、ここが通気性いいとだいぶランナーは使いやすいんじゃないかなと。はい、かなり体感としても違うと思います。基本的だけど、ここの部分もしっかりあ、そうですね、ステーが同じように採用されてますので、で今回そのステーの走行も少し変えてます。膝の屈曲に対して屈曲の角度にちょっと沿わせたような走行になってますので、より違和感が少なくて当たりとかも気にならないようになってます。サポーターって膝にトラブルがあるときに初めて使おうかなって思ったりする方って多いかなと思うんですけど、実際にはどういうタイミングで使うのがおすすめですか？今おっしゃっていただいたように、膝の外側内側のトラブルがある方に使っていただくのはもちろんなんですけども、その過去に膝のトラブル、内側外側のトラブルがあった方に対しても予防として使っていただくのもいいかなと思います。長い距離走るときとか不安になると思うので、そういったときに使ってもらえると。あ、そうですね、実際に長く距離走るときも十分いいかなと思います。これだけ通気性も良くなって、ホールドも膝の動きに合わせてホールドしてくれるっていうことなので、長時間走ってもストレスなく走れるんじゃないかなって思います。今日は膝のトラブルについて実際のサポーターの開発者さんにお伺いしてるんですけども、さらに特別に見せてもらえることがあるんですよね。はい、今回なんですけども、このサポーターを開発するにあたって、しっかりこのサポーター のストラップが力を発揮してるかっていうのを検証した機会がありますので、それをご紹介できればと思います。やったはい、で今日見ていただきたいのはこの機械になります。でこの機械なんですけど、今ちょっと RK1 プラスも装着してるんですけど、先ほどの膝の内側外側の回線をちょっと見ていただいたんですけど、それを、実際に起こせる機械になります。でこの機械なんですけど、内側外側に動くんですけど、今回右足に右用のRKアンプラスをつけてるので、このストラップがちゃんと膝が内側に回旋した時にしっかりこう抑制する力を出せるかっていうのを見る機械になります。あ、抵抗しているのが分かる。そうですそうです、抵抗が見られる、はい、それが画面にちょっと波形が出てきますので、はい、それを確認していく機械だと思います。うまくサポートできてないよっていうのであれば、いろんな部分を変えていくっていう。ああ、そうです。ストラップの力を変えたりとか、あとは本体生地の着圧を変えたりとか、いろいろちょっと工夫をしながら最終修理を持っていくって感じですね。じゃあちょっと動かしてみましょう。はい。はい。で、ちょっと
見ていただければと思うんですけど、これまあこの後いろいろデータ処理するんで正規の数字ではないんですけど、今膝の内側に回旋した時の力がこう波形の下側、外側に回旋した時の力が波形の上側に出てるんですけど、数字を見ていただくと内側に回旋した時の方が力が 2.5 という数字が出てて、外側の時はまあ1も満たない数字なんで、内側に回旋した時にしっかり抑制するっていうパワーが出てるっていう数字になります。モーターの開発の裏側を見させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっとすぐ走ってみたくなったので幕張に帰ります。はい、あ、今からですか。はい、行ってみてください。はい、ありがとうございました、はい。ただいま戻りました。おかえりなさい。すごい楽しかったです。はい、ではザムストの RK1 プラスを実際に使って走ってみたいと思います。私は、内側の方のね、違和感防止のために右用のサポーターを左につけて内側をサポートしています。私は左足につけてます。で、外側が気になるので左足用をつけています。この右は今までの RK1 の方をつけてます。前はこんな感じで素材だったのがこうゴムシューレースベースになっていることで通気性が改善されています。実際にどうなのか体験してみたいと思います。じゃあ行ってきます。行きます。このワイヤーがちゃんと足に沿うように改良されてますね。こっちなんかちょっとなってるけど、ちゃんと沿ってる。すごい。で、動きやすいんだ。左の方が左にするんですけど、今左を試してます。違和感が少ないですね。つけてる感じが、昔のサポーターってすごいまとわりつく感じがあって、あんまつけてなかったんですけど。サポーターに関しては昔のサポーターの印象が非常に強くて、非常にごわつく感覚と、あとは熱がこもる感覚がすごい好きじゃなかったんですよ。ですのでしばらくですね、膝サポートしなかったんですけど、本日 RK1 プラスを着用させていただいて感じたことは、ごわつき感が全然ないですね。非常にこう、まあ、サポートしてほしい部分はしっかりサポートしてると思うんですけど、まあ、違和感なくつけていられると、長時間つけていられるという感覚がありました。でかつですね、メッシュの部分がしっかりしているので風が非常に通りやすい感覚がありまして、熱がこもるという感覚も少なかったです。であと、まあ着地の時にですね、まあ、久々にサポーターをつけてみた感想としては、着地の時の安定感がやはりですね、違うなという感覚がありました。まあ、安心感があるという感覚です。まあ、ちょっとしばらく私サポーター使ってなかったんですけど、まあ、これから冬の時期ですね、特に筋肉が固まりやすくて硬直しやすくて、まあ、怪我が多い時期になるので、まあ、特に練習の時ですね、まあ、こういった膝のサポーターを使わせていただいて、まあ、故障防止しながら、まあ、いい練習ができればいいなって改めて感じました。私は左右で Q の RK1 と RK1 プラスで使ってみたんですけど、ちょっと見てください。このちょっと跡がついちゃってるんですけど、
こっちは全然跡がつかずにしっかり締め付けられてるんですけど、あのなんだろう、この痛さというか締め付けすぎっていうことがなくて、すごい膝が軽い感じがしました。でやっぱりそのこのシューレースになったことによって、この辺りの汗のかき方が全然違うなって思います。不快感が全然なかったですね。前のところも前はパッドが入ってたんですけど、パッドではなくてこういったプリントのような滑り止めになってます。でそういったあの軽さが出たっていうのと、あとこの何かあるみたいな違和感でやっぱりちょっと走りづらかったんですけど、そういったところがなくなって本当に違和感なくサポートされているというのがすごいなと思いました。曲げ伸ばしするときにあのこっちの方だとちょっと突っ張りがあるような感じがしてたんですけど、ここがつながってちょっと動きがサポートされてるけど動きが出ることによって、そこの突っ張り感がなくてそこがいいなと思いました。今膝のトラブルを抱えている方ももちろんですし、長い距離の練習を踏むとき怪我したくないという方に練習でも使っていただきたいなと思います。この RK1 プラスは S から 3L までサイズが豊富ですので、ぜひ店頭に自分のサイズを合わせに来てみてください。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。